オットンガエルは、両性子を無比木赤ガエルかバビナ族に分類される、カエル。日本固有種模式標本の産地は、琉球諸島。体長酢1 2 4ンチメートル、メス1 1 9トル。皮膚の表面には、イボ状の突起が多数並ぶ。種小苗サベスパラは、やや琉球状ののイで、皮膚の表面に比較的琉球があることに由来する。 イボ状突起の先端は白い下流状。背面の色彩は高褐色で不規則な黒褐色の反紋が入る。腹面の色彩は紅白色で不規則な暗色反が入る。頭部は幅広く、頭腹は体長の約40%。前肢の第一種の内側に肉質の指がある。この帽子からは棘状の骨を突出させることができる。 これは、オス同士の争いや、包摂の際に用いると考えられている。講師代後紫外炎の皮膚は顕著に膝状になる。卵は直径約2から2.5ミリメートル。妖精は全長8から9センチメートル。オスの体側面にケロイド状の隆起がある。赤ガエル属に含める説もあったが、全死第一子があることから、ホルストがいるとともに、 バビナ族として分割する説もある。バビナ族に、形態から禁煙と考えられ、分子系統解析でも、姉妹群とされる、八重山原淵ガエルニジラナ沖縄などを含む説が有力だが、これらを原淵ガエル族ニジラナに分割し、大型で、第一子があるなど明瞭な識別点がある本種と、ホルストガエルのみをバビナ族とする説もある。主に産地にある、 上緑公葉樹からなる自然林や虹林に生息するが、農地や公園などで見られることもある。外敵に捕まれるとぼしから骨を突出して、相手を攻撃する。和名は鳴き声に由来する。マダラまだらか窓馬、大サ地、ガニ類、ナメクジ類、ミミズなどを食べ、ヒメアマガエルを食べた例もある。卵の捕食者は、シリケンイモリ木モガに本種の妖精によるとグインが挙げられ。 妖精も含めた捕食者として、ガラスヒバーが挙げられる。繁殖様式は卵生。4から10月に水辺に、直径20から30センチメートル、深さ2センチメートルの土手で囲まれたくぼみを掘り、その中に800から1300個の卵を産む。水たまり、池や、イノシシ漁用の落とし穴にできた水たまりなどの、人工的にできた水場に散乱した例もある。 幼生はその年の周期か翌年の後から6月に変態し幼体になる。生後3年で生成熟する。平均寿命は4年で7年は生存できると考えられている。森林伐採や林道不設による土砂流出、人為的に移入されたフイリマングースによる捕食などにより生息数は減少していると考えられている。日本では2016年に 国内気象野生動植物種に指定され、卵も含め捕獲、譲渡などが原則禁止されている。2005年に鹿児島県の天然記念物に指定されている。奄美市や瀬戸内町では気象野生動植物に指定されている。絶滅危惧アイビールイ。ありがとうございます。